よく出る合金を覚えようのコーナー。今日のテーマはこちらです。どうも石田です。さて本日はですね、何をお伝えするかというと、本日は高校科学の無機化学ですね、その中の合金についてお伝えしたいと思います。合金はですね、センター試験にも出るんですけれども、それでも苦手って人は多いですね。そこまで手が回ってないよ、覚えられないよって人が多いです。なぜならば合金ってめちゃくちゃ種類があるんですよね。具体的に教科書に載っている合金は何々あるかというと、こちらになります。はい、ポン。はい、こうですね。教科書に載っている主な合金っていうのは11個ありますね。これにさらに水素急増合金を合わせると12個の合金があります。合金っていうのは金属をこう混ぜ合わせたものですから、それぞれいろんな金属を混ぜてるんですよね。じゃあそれぞれが何を混ぜてるかって、確かにこれは覚えられないですよね。そこで今日はですね、何をお伝えするかというと、入試でよく出る合金に絞ってですね、特にこれは覚えといて、そしてその覚え方はこうだよっていう形でお伝えしたいと思います。まずですね、この中で入試でどれがよく出るかっていうと、こちらになります。それがこちら。はい、こうですね。こちら、1,2,3,4,5 ですね。これが入試でよく出るやつなので、まずこの5つを、合金を覚えてない人は5つをまず押さえましょう。この5つを覚えておけば大体できます。いいでしょうか。この5つを覚えておけば大体できるので、この5つをですね、まず覚えていただけたらと思います。その5つの覚え方をですね、今日はですね、ご紹介したいと思います。さあ、これからですね、具体的な合金の覚え方に入っていくわけですけれども、その前にですね、その中でもこの5つが大事って言いましたけども、その中でも特に一番何が大事か、その合金の中のトップオブ合金は何かっていうと、それはこれなんですよ。ジラミン。いいですか。今日の動画でもう11個もう全部覚えられない、5個も無理って人は、とりあえずジュラルミンだけ覚えてください。ジュラルミン。なぜならば、ジュラルミンっていうのはとても素晴らしい合金だからです。まずはですね、ジュラルミンについて説明したいと思います。さあ、ジュラルミンですね。ジュラルミンはですね、絶対に皆さんはこれから死ぬまでに絶対にお世話になる合金です。もしかしたらもうお世話になっている人もいるかもしれません。ジュラルミンは何に使われるかというと、これですね。これですよ。空を自由に飛び立つ。はい、飛行機でしょ。今のなんか竹子豚はないからね。そうだ、飛行機。飛行機に使われている合金なんです。飛行機に使われているってことは、何の金属を使っているかって分かりますよね。飛行機ってのは浮かさなければいけない。ということは、軽くないとダメですよね。軽い金属といえば、そうです。アルミニウムですよね。アルミニウムを使うというのがすごく大事ですね。アルミニウムをなぜ使うかというと、軽いからです。軽いため、教科書には軽くて丈夫って書かれてますけど、まあ、軽いってことが大事ですね。軽いため飛行機に使用されているということを覚えておくといいですね。これ覚えやすいですよね。けどジュラルミンでしょ、ラワアルミン、ワールミンでしょ。強引ですか。いいんですよ、強引でも覚えられたらいいんです。ジュラルミンでしょ。はい、みんなも言って、ジュラルミンです。アルミニウムね。うん、オッケー。はい、ということで、これが一番大事な合金なので、これは絶対覚えてください。で、マグネシウムマンガンは、まあ、出ないので覚えなくていいです。銅とアルミニウムを使うってことがめちゃくちゃ大事なので覚えてください。いいでしょうか。さあ、そしてですね、こちらも赤にしてますよね。銅も赤にしてる。なぜ赤にしてるかっていうと、実は合金って銅を使うものが多いんですよね。今度はですね、このジュラルミンに関連して銅を使う合金をまとめていきたいと思います。さあ、銅を使う合金についてまとめていきましょう。銅を使う合金何があるかっていうと、こう書いてますよね。正銅、黄銅っていうから、これ銅ですよね。そうです。銅を使うんです。この正銅、黄銅が何を使うのか。銅を使うってことは明らかだから、そこが選択肢に出てくることはないですよね。ここの銅と何を使うのかが紛らわしい選択肢として出てくるので覚えておきましょう。それ何かというと、結論から言うとこちらです。はい、こうですね。スズと亜鉛になります。青銅がスズで、黄銅が亜鉛ですね。こちらの青銅ってのはブロンズって言われるように、ブロンズ像って聞いたことありますかね。彫刻品として、美術工芸品として使われますね。黄銅は何かというと、もうそのまま黄色なんですけれども、トランペットとかですね、の黄銅を使ってますね。それは亜鉛と銅を使うんですよね。聞こえますね、聞こえますね。
覚えられない覚えられないという声が、とっておきの覚え方をお伝えしましょう。それがこちらです。はい、こうですね。こちら、これ何かというとイオン化傾向ですよね。イオン化傾向を使って覚える覚え方なんですよね。こちらは昔イオン化傾向アルティメットバージョンっていうので紹介した覚え方なんですけれども、僕がいつも教える時にはこちらのイオン化傾向を使っているので、こちらの覚え方になります。ただ皆さん、多分多くの人はこちらで覚えてると思うんですよね。仮想化な、まあ当てにするなで、まあリチウムが両方とも抜けてますけれども、まあこの仮想化な、まあ当てにするな、ひどすぎる借金で覚えてると思うんですけれども、こちらの覚え方とこちらの覚え方両方とも言いますね。正式にはこちらです。いつも僕が使っているのはこちらです。その覚え方は何かというとこちらになります。はい、はい、こうですね。受験期にぴったりのこの覚え方、あ、これいつも言いますけど、これ呪いじゃないですからね。呪文の呪です。いいですか。10月君ロシアという覚え方、このこれからの冬の寒い季節にロシアに旅立ってしまう君のことを思って読んだ歌、10月君ロシア、これが合金の覚え方ですね。どういうことかというと、10月の10は何かというとジュラルミンの10ですね。さっきほど言ったようにジュラルミンは何を使うかというと、もう覚えていただけましたよね。ジュラルミンは飛行機に使う、飛行機は軽いやつだから軽い金属じゃないとダメ。ジュラルミンのジュラル、アルだから、ジュラルミンはアルミニウムって言いました。そうです、アルミニウムがジュラルミンです。そこからですね、このアルミニウムから書くんです。10月君ロシアと、はい、こうですね、こう書きました。見てください、アルミニウムがジュラルミンですね。ジュラルミン、これ何かというと銅を使う合金ですからね。銅とアルミニウムでジュラルミン、いいでしょうか。あとはこれ木は何かというと黄色の木ですね。黄色の木だから、黄色は亜鉛で黄銅ですよね。黄銅。そしてこちら、あがありますけど、これは青ですね。青のあだから、青銅は鈴と銅ですよね。こういう風にすると覚えられますよね。鈴と銅で青、青銅、亜鉛と銅で黄銅ですね。ちなみにですね、まあ次第とかを受ける方、細かい知識まで聞かれる方は、さらに覚えておくというのはこれですね。死ってありますよね。これ何かというと、死は白の死です。白銅、つまり何かというとニッケルと銅で白銅なんですよね。つまりこれら3つをまとめるとこうです。はい、はい、こうですね。まとめるとこうですね。これ全部銅との合金で、何かというとアルミニウムと銅でジュラルミンですね。そしてアルミニウムと亜鉛で黄銅ですね、黄色ですね。そしてアルミニウムとニッケルで白の白銅、そしてアルミニウムと錫で青の青銅ですね。これらが全部銅の合金です。けどアルティメットバージョンで覚えてない人も中にはいると思います。アルティメットバージョンで覚えてない人はこちらでこう考えるといいですね。10月君ロシアですけれども、10月と君っていうのは全部漢字で書けますよね。でジュラルミンが一番大事って言いました。本当に入試でよく出るのはジュラルミンなんです。それは間違いないんですけれども、だからこそこの2文字文を占めるジュラルミンは10月で、君漢字で書いてロシアにすれば覚えられますよね。一緒です。白がニッケル、青が鈴、そして黄色、君の木が黄色ですからね、黄色が亜鉛っていう風になると覚えられますよね。これで覚えてる人は10月君ロシア、漢字漢字漢字ロシアで言って、もしアルティメットバージョンで覚えてくれてる人は10月君ロシアというのをカタカナで書くといいですね。こうするとこれら、この3つがですね、ダンダンダンと覚えられると思います。あとはですね、ステンレス鋼とハンダですね。今度はですね、ステンレス鋼とハンダを見ていきましょう。さあ次はですね、ハンダに行きましょう。ハンダ、ハンダを語る上で大事なのはファンについて語らないといけないですね。何を言ってるかというと、石戸が昔好きだったファン、何のファンだったかを語らなければいけない。大丈夫か石戸よと思っている方は大丈夫です。落ち着いて聞いてください。皆さん、スピードっていうアイドルグループ知ってますか？今は乃木坂さんが多分全盛期じゃないですかね。ちょっとそこら辺は分からないです。ですけれども、もうおじさんになってしまったから。その前は AKB ですよね。AKB。AKB の前は誰かっていうと、モーニング娘。ですよね。そのモーニング娘。の前に、こう、流行ったアイドルグループというと、スキルマンですよ。もう知らないかもしれません。なぜならば解散してしまったからね。僕が中学3年生の時に解散したグループなんですけど、もうめちゃくちゃ人気ですね。ホワイトラブとかっていう曲が有名なんですけど、知らないですかね。そのスピードのファンでした。そう。浪人中に僕は考えました。ハンダがなかなか覚えられない。ハンダは何を使うのかというと、鈴と鉛を使うというふうに言われてました。
ハンダ、覚えられない。ハンダってもうふざけてるな。何がもうファンだみたいな感じで。何がファンや。ファン。え、ファンといえば俺はスピードが好きだった。スピードのファンだった。スピードのファンだった !SP!SP!SP! SP! SP! で覚えられたわけですよね。そういうと、こういうツッコミがいきます。けど、ストロンチウムもあるじゃないかと。S だったら。けど、S の次、P ないでしょ。見て見てここ見て鈴の次は、鉛。スピード。こう。ね。アイドルグループでこう仲良し。あ、4人組だったんですけれども、仲良しにしてるような感じですよね。そう。鈴と鉛。ただし、ね、先ほど言ったように解散したんですよ。本当に。もう、悲しい出来事でしたけれども。今、鉛はですね、ハンダも一緒です。これは環境の配慮が使われなくなってるんですよね。今。はい、こうですね。石戸が好きだった、石戸のファンだったスピード。そしてスピードは解散してしまった。鉛は使われなくなった。まあ、ちなみに今何が使われてるかっていうと、これ別にそこまで出ないですけれども、さっき言ったように銅はよく使うんですよね。銅を使います。あとは銀ですね。なので、ハンダも銅を使う合金なんです。いいでしょうか。そして何がメインかというと、鈴ですね。鈴。鈴は今でも使われるから、ハンダが出てくるとしたら鈴ですね。で、昔使われてたのは鉛。で、覚え方は、ファンダ。スピードのファンダ。この機会にスピードを Google で検索して、あなたも音楽を聴いてください。そして、あ、いい音楽だなと思っていただけたら、あなたも立派なスピードのファンです。もうハンダを忘れることはないでしょう。さあ、それではですね、続いて、今度はですね、最後にステンレス鋼に移っていきましょう。最後はですね、ステンレス鋼を見ていきましょう。ステンレス鋼っていうのは何を使うかというと、これ一つはわかるんじゃないですかね。ステンレスっていうふうに日常でも言いますよね。フライパンはステンレス製とかって言ったりするし、この鋼っていう字がついてたら、なんとなくあの金属を使うってイメージが湧かないですか。そうですよね。鉄ですよね。鉄。鉄はなんとなく分かっていただけると思います。鉄の他に何を使うかというと、クロムとニッケルを使うんですよね。これもどうやって覚えるかというと、これはですね、イメージしてください。鉄といえば、あなたの身近にある鉄は何ですか？そう、鉄子さん。その鉄子さんは違う。鉄っていう感じじゃないでしょ。ね、この FE 子っていう風に書く鉄子だったら、ちょっと怖い。ちょっとがっちりして怖そうだから違うよね。そっちの鉄子さんじゃない。ちゃんとした鉄、FE の鉄はどこで見られますか？あなたの周りにもありますよね。もしかしたらあなたはそれを使ってるかもしれません。地面の間にずっと通ってる。そうです。何かというと、鉄道ですよね。鉄道。鉄道っていうのは、その昔、なんて言ったか知ってますか？今は JR ですよね。昔はなんて言ったかというと、日本国鉄道って言ってたんですよね。国鉄って言われてました。略して。その国鉄が民営化されて JR になったんですよね。そう。その国鉄ですけど、民営化するときに大量のリストラが起こるわけですよ。いつの時代もそう。何か、民営化しようと思ったら、犠牲は仕方がない。その時に思う人もいる。うわぁ、俺は国鉄に見捨てられた。それがステンレス鋼の覚え方です。どういうことかというと、こうです。こう、ポン！はい、これが覚え方ですね。国鉄に見捨てられたですけれども。まあ、ちなみにですね、国鉄が民営化されたのは、1987年のことです。僕はまだ、オンギャーオンギャーって言ってた時なので、実際にリストラが起きたかどうかは知らないです。まあ多分けど起きてるんじゃないですかね。おそらくですよね。そんなこう、悲哀の歌、ね、犠牲の上に成り立っている鉄道の話、日本国有鉄道の話ですね。ちょっと待て、石戸よと。国鉄に見捨てられたは分かったと。それがなんでこうなるんだ。クロム鉄ニッケル、ステンレス鋼になるんだと思った方、聞いてください。まず、鉄は、もうこれ鉄ですよね。絶対鉄。2は、ニッケルでしょ。見捨てられた、捨ては、ステンレス鋼でしょ。はい。クロムはと思った方、安心してください。黒というのは、黒。ね。ブラックですよ。そして、この、黒を、訓読みすると、黒。はい！クローム！僕が教えている多くの受験生が強引すぎる。それはあまりにもひどい。強引だというふうに言われます。ただ、強引すぎるがゆえに、逆に覚えてしまう。そんな
ステンレス鋼の覚え方ですね。ぜひですね、国鉄に見捨てられた、で、クロム、鉄、ニッケルがステンレス鋼と覚えていただけたらと思います。いいでしょうか。本日はですね、5つの合金について、ジュラルミン、青銅、黄銅、そして、ハンダ、ステンレス鋼についてお伝えいたしました。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。さて、本日の人のインテレ、いかがだったでしょうか。本日はですね、よく出る合金を覚えようというテーマでお届けいたしました。合金はですね、教科書に載っているものはこちら、11個プラス水素急増合金を入れると12個合金が載っているんですよね。気をつけていただきたいのは、メッキっていうのがあるんですけども、ブリキとトタンですね。メッキは合金ではないですけどね。合金っていうのは金属を混ぜて跡形もなく混ぜます。もうわからないんですよね。ここからここが、例えばジュラルミンだったら、ここからここがアルミニウムです、ここからここが銅ですっていうふうにはわからないのが合金です。一方、メッキっていうのは何かっていうと、これは金属の表面に金属を塗ることなので、メッキと合金は違いますからね。したがってトタンとブリキについてはメッキなので、今回触れてません。教科書に載っている合金はこの11個プラスもう1個プラスアルファで水素急増合金の12個あるんですけれども、その中でも入試で出るものは何かというと、この5つという話をしましたね。そしてその5つはそれぞれ覚え方を言いました。飛行機だから軽いからアルミニウム、そして銅っていうのはよく使うから銅を覚えましょうと。10月期ミロシアでこちらの青銅、黄銅、白銅を覚えましょうっていう話しましたね。ちなみにですね、銅に関連して出てくるのは緑青っていうのが出てきますね。緑に青とか緑青、これ何かというと、湿った空気中で銅が酸化されることですね。銅っていうのは赤色なんですけれども、それが湿った空気中になると緑色になってしまう、そういうのを緑青って言いますね。具体的に何に見られるかっていうと、自由の女神ですね。これはですね、以前ですね、今日のセンターで挙げたところで解説しているので、ぜひですね、身近な物質編をご覧いただけたらと思います。またですね、ハンダについては、石戸の甘い昔の話をさせていただきましたね。石戸がスピードが好きだった、スピードのファンだということで SNPB で覚えるといいですね。しかも解散してしまったから、悲しいことに解散したから今は使われてないという話もさせていただきました。他に何が使われているかというと、銅が本当によく使うので銅が使われるということ、あとは銀も使われるって話もしましたね。合わせて余力があれば覚えておいていただけるといいですね。そして最後にステンレス鋼。ステンレス鋼というと鋼です。鋼といえば鉄、鉄といえば鉄道、鉄道といえば国鉄、国鉄に見捨てられたという覚え方で、クロム、鉄、ニッケルという覚え方をお伝えしましたね。これらはですね、合金の中で一番よく出てくるものなので、ぜひですね、覚えておいていただけたらと思います。逆に言うとですね、これ以外であれば正答率だいぶ低いので、もう覚えなくても大丈夫です。貪欲にですね、90点以上を狙っていくという人で、他の科目の勉強が間に合っている人であれば、細かくですね、この辺のものを覚えておいてもいいですけれども、そうじゃない方はですね、とにかくもうセンターまで時間がない、なんとか点を取りたい、合金何を覚えればいいかわからないって人は、ぜひこれを押さえておいていただけたらと思いますね。特に大事なのはジュラルミンですね。ぜひこの機会、合金を覚えていただけたらと思います。石戸のインテレではですね、このように学習の内容に役立つ動画や効率的な勉強法、そしてちょっぴり面白い、ためになる、勉強になる企画もどんどん配信してますので、この機会にですね、良ければぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またですね、合金何を覚えればいいかよく分からなかったけど、何か解決の糸口が見えました、ありがとう石戸よ、ありがとう石戸よと思った方はですね、ぜひ高評価ボタン押していただけたら大変嬉しく思います。またですね、合金は非常に苦手としている方が多いので、この機会にですね、 SNS で友達にぜひ Twitter、LINE、Facebook、Instagram でぜひ拡散していただけたら大変嬉しく思います。それではですね、差がつきやすい分野なので、ぜひですね、押さえておいていただけたらと思います。二次試験のことまで考えると、過去問を見てどこまで合金が問われているかっていうのを見てみるといいですね。資材ではより細かい知識が聞かれる傾向にあるので、そちらの過去問も合わせてみると効率的な勉強法ができると思います。ぜひですね、この機会に合金が得点源になっていただけたら大変嬉しく思います。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。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 